公開終わってからは国内合宿と、あとはオーストラリアでレースをちょっとして、あと江ノ島の合宿をしてからの本大会で、まあ事前に入ってから練習して、でずっといい風が吹いていて、中でまあ自分たちの得意な競争で練習レースもして、まあいい、去年よりもいい走りができてきたと自分は思っているので、この調子で大会に臨みたいと思います。最近は冬はニュージーランドに行ったりシンガポールに行ったりと、国内では一定での練習なので、冬は海外に行って暖かいところで他の、まあ、世界チャンピオンのニュージーランドとかと一緒に練習できて、すごいいい練習ができているので、今回のヨーロッパ遠征ではそれをどこまで発揮できるかっていうのを試していきたいと思います。最初はもう地位しても明かしだったんですけど、まあ、だいぶ乗れる区域も高くなってきて、私自身も海外遠征ほとんどなかったんで、大熊さんにいろいろと日頃から毎日勉強させてもらってます。今回のパドナのレースは去年の世界選手権とほぼ同じくらいの51点の点数が出てて、まあ、久々の大きなフリートでちょっとどうなるか楽しみですね。チームの調子としてはもう参りして5日目なんですけども、まあ、海外の選手とスピード練習とかを行って、まあ、スピード的には問題ないんですけども、やっぱこの結構島の特徴があって、結構風の触れが大きいので、それに合わせて、うまくコース引きとかできたらいいかなというふうになります。最初の第1戦目の海外レースなので、まあ、自分たちの力がまず発揮できるかというのを試してみたいのと、まあ、最低でもゴールドには入れてトップ選手と絡めるような、レース展開をしてみたいですね。やっと、まあ、僕たちのチームはフルタイムで活動していけるようになったので、まあ、しっかりちょっとずつ調整していけているので、まあ、世界選手権のアイサフワールドに向けて、まあ、少しずつステップアップしていけばいいかなというふうに考えています。まず最低条件としては、まあ、ゴールドに残って、で高いレベルでずっと期間中トレーニングしていくことが、やっぱり今後の、まあ、アイサフとかに向けてすごい必要になってくるかなと思うので、まあ、今ある力っていうのをしっかりと、まあ、全て出して、でどれぐらい世界との差があるのかっていうのを、まあ、見ていきたいなというふうに考えています。今自分たちのボートスピードがですね、だいぶチューニングが煮詰まってきて、どの雰囲気でもいいスピードが出せるようになってきたので、あとはヨットレースをですね、楽しむだけかなという状況になっています。今回パルマに来て初めて新手を下ろしたんですけども、3日間乗ってみたところ、まあフィーリングとしてはですね、いい手応えを感じているので、走りには意識せず、船のことをあんまり考えずに、レースの方にですね、自分の意識を持っていけるんじゃないかなと思ってます。そうですね、納得いくレースを全レースしたいですね。自分の実力を出し切れたと思えるような大会にしたいなと思います。その結果、まあ、実力出せればですね、メダルレースには残れるんじゃないかなと思っているので、まあ、しっかり実力を出し切って、で最終日までレースを楽しみたいなと思います。